皆さんこんにちは。プリンスアイスワールドオフィシャルアンバサダーの町田達樹です。さあ、いよいよ明日からオリエンタルバイオプレゼンツプリンスアイスワールド2023-24アニュープログレスブロードウェイクラシックスが開幕します。本日はその前日のリハーサルであるゲネプロが行われました。たった今、私もそのゲネプロを拝見したんですけれども、キャストスケーターもゲストスケーターもコンディションバッチリで、観客の皆さんをお迎えする準備が万端に整っております。今回はミュージカルをテーマにショーが構成されています。日本のミュージカル界を牽引する菅野孝明さんを演出家にお迎えし、スケーターたちが氷上において日本語のミュージカル楽曲を表現していきます。また今回はデイリーミュージカルスターズと題して、1日ずつ異なるスターミュージカル俳優にご出演いただき、氷上にて生歌をご披露いただきます。そしてゲストスケーターも世界選手権大会に出場した村元哉中、高橋大輔組をはじめ、ベテランから若手ホープまで個性豊かなスケーターが数多く出演します。オリエンタルバイオプレゼンツプリンスアイスワールド横浜公演は4月29日から30日までの2日間と、5月3日から5日の3日間、厚生新横浜スケートセンターにて開催されております。フィギュアスケートファンはもちろんのこと、舞台芸術に興味がある方にもご堪能いただけるショーになっておりますので、ぜひ会場にてご覧ください。出演者一同皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。明日から会場にてお会いしましょう。4月29日に厚生新横浜スケートセンターでアイスショープリンスアイスワールド横浜公演がスタート。3月の世界選手権に出場した山本草太が新エキシビションナンバーを披露。佐藤美沙夫さんが担当したテスをメリハリのついた振り付けで演じ、自分の今までのイメージとはガラッと変わったナンバー。すごく練習を頑張っていた、いろいろなことにチャレンジしながら頑張っていけたらと思っていますと意気込んだ。7月から始まる新シーズンの演目はショートプログラム、フリーともに変更を予定。曲は決めていないといい、曲自体が探し中、考え中です。いろいろな演目、曲を聴きながら、アイスショーをやりながら、新しいプログラムを考えていく段階。こういったアイスショーからも何か吸収できればと思いますと思いを口にした。2人の PIW 出演は20年の広島公演以来の。村元哉中、高橋大輔組はエキシビションナンバーのラブゴーズを演じた。当時アイスダンスへの本格転向直前だった高橋は、3年ぶりにアイスダンサーとして戻ってこられて、すごく新鮮な感じもありつつ、 PIW もこの3年間すごく進化しているなと感じて、すごく感慨深かったですと振り返った。お気に入りの演目の話題になると、2人はムーランルージュで一致。第一部の最後に PIW チームが滑っていた演目だった。村元はムーランルージュが本当に大好きなので、一部の最後でキャストが作り上げる世界観がすごく大好きですと振り返り、高橋も僕もムーランルージュで、なんならむちゃくちゃ出たいと微笑んだ。 PIW チームのメンバーでジャニーズジュニアとしての活動経験もある小林光一とは同い年の間柄。37歳で現役の高橋は、光一くんもセリフがあって歌いながらでいいなって。出る前に光一くんは緊張していたりしているけれど、氷に立った時のパフォーマンスがさすが。彼も同期、 PIW に入ってからの姿を見ると、彼もいろいろな経験をして成長しているんだなと改めて感じました。僕も負けないようにしたいと思いましたと刺激を力に変えた。 PIW は5月5日までの予定です。観戦した方いらっしゃいますか？横浜公園で会いましょう。イエーイ。